人とも地球温暖化を防ぐには CO2 を減らさないといけないのじゃが、沖縄県で一番 CO2 が多く出ているのは何か知ってるかの？博士のおなら。なははそうじゃーて、おい、わしのおならはお花の香りじゃい。嘘だ。ほんとじゃ、嗅いでみてもいいぞ。なあバス君。ぷっぷー。はいはい、話を元に戻してっと。博士、CO2 が一番多く出ているものを教えて。おお、そうじゃった。このグラフを見てごらん。沖縄県は全国に比べてバス、トラック、自動車など人や荷物を運ぶ運輸部門と呼ばれるものから CO2 が一番多く出ているのじゃ。全国では減ってきている運輸部門が沖縄ではそうでもないのじゃ。ありゃー、そうなの？運輸部門にパパやママの車も入ってるの？もちろん、みんなの家族の車も入っとるぞ。沖縄の人たちは普段の生活で車を利用する人が多いからの。全国で比べてみてもこんなに多いのじゃ。あれでしょ、車社会。ほうほう、よく知っとるの。車社会とは車に頼りすぎているという環境を示した言葉じゃな。車社会だと CO2 もどんどん出るもんね。結果そうなってしまうの。ここでじゃ、二人に教えたい言葉があるのじゃ。その名もクールチョイス。知っとるかの？クールチュロス。わあ、おいしそう。っておい、違うわい。クールチョイスじゃ。クールチョイス？そうじゃ、地球温暖化の対策のため CO2 を減らそうという運動をクールチョイスというのじゃ。 CO2 の少ない製品、サービス、行動をして賢い選択をしようということじゃな。へえ、クールチョイスか。それにCO2 を出さないための賢い選択ってなんだろう。少し難しいかもしれないの。では地球の未来のために日本はどんなことをしているのか、クールチョイスの取り組みを紹介するぞ。おーい、バス君、出番じゃ。はい。クールチョイスの取り組みは CO2 を減らすだけではなく、快適で健康な暮らしにつながります。まずは省エネ家電と節電、 LED ライトやエアコン、冷蔵庫など生活で必要なものを省エネ家電に買い替えることをおすすめしています。あ、ママが最近新しいエアコンが欲しいって、省エネ省エネっていうのはそういうこと？クールチョイス。省エネ家電に変えることはいいことじゃ。ただし、とっても大きなテレビや冷蔵庫に買い替えると消費電力が増えて CO2 も増えることがあるので注意が必要じゃ。そうそう、夏にエアコンをつけた部屋の温度を28度にして、ドアや窓をしっかり閉めて扇風機を使うと、部屋中に冷たい空気が流れて体感温度が下がる効果があるのじゃ。さすが博士、そのクールチョイス、ママに教えなきゃ。続いてグリーンカーテンプロジェクト。朝顔やゴーヤーなど植物を使った自然のカーテンで夏の節電対策。葉っぱが十分に育った植物の場合、太陽の光をおよそ 80% もカットすることができると言われています。ゴーヤーのカーテン？に、苦くない？君たちまだまだお子ちゃまじゃの。じゃあ博士はゴーヤー好きなの？それは、あれじゃ。あ、次は何だったかの。おーい、バス君。苦手なんだ、きっと。最後は公共交通の利用。バスやモノレールを利用することで一人一人が車で移動するよりも CO2 を減らすことができます。
そうか、車に乗らない方法もあるってことだね。もちろんじゃ。2人とも公共交通という言葉よく覚えておくのじゃ。この後勉強するからの。オッケー。そういえばパパがこの前エコカーに乗り換えたよ。車だけどいいの？もちろんオッケーじゃ。環境のことを考えてエコカーにすることはクールチョイスじゃ。僕はこの前自転車で図書館まで行ったよ。ナイス、クールチョイス。えらいの。他にもいろいろな取り組みがあるのじゃが、ここで博士クイズ。クールチョイスの取り組みは何？1. ペットを飼う。 2. 毎日海で泳ぐ。 3. 冬でも半袖を着る。 4. タクシーに乗る。2番。ブー、海で毎日泳ぐのは大変じゃ。3番。ブブー、寒い時は長袖がいいと思うぞ。正解は4番じゃ。タクシー？条件があるがの。タクシーもバスやモノレールと同じ公共交通の仲間なんじゃ。一人一台ではなく乗り合わせて移動すれば交通量を減らせるし、駐車場を探し回る必要もなくなるからクールチョイスなんじゃ。覚えておくように。はーい。そうじゃそうじゃ、最初に話した沖縄は車社会ってことも覚えておるかの。うん、そのせいで CO2 の量が多いんだよね。うむ、沖縄県の車社会は温暖化にも影響するからの。パパやママ、お兄ちゃん、おじいちゃん、隣のおばちゃんにも伝えようっと。いい心がけじゃ。クールチョイスをもっとたくさんの人に広めるためには一人一人が無理をせずに取り組むことが大事なんじゃ。うん、僕にもできそう。私はみんなにクールチョイスのことを紹介するよ。わしのことも紹介しようかい。あれ、涼しくなった。え、もしかしてこれもクールチョイス？ダジャレを言うのは誰じゃ。夏って というわけで、家族や友達みんなでクールチョイスを考えてみよう。